やっばい、これアサシンっぽい。まあな。おはよう。ノクト、町に帝国軍が来てる。ああ、なんで。奴ら王子たちを探してるみたい。たく、なんでこんな時に。工場に大きな装置を運ぼうとしてるらしくって、ホリーがそれを止めようとしてるんだ。帝国相手に、それ心配だね。イグニスたちは。二人は車見に行ってる。分かった、プロンプト、ホリーの様子を見に行こう。ホリーのことお願いね。行くぞ。よし、行こう。ホリー大丈夫かな。帝国の奴ら見境ねえからな。急ごうぜ。もうフェスティバルどころじゃなくなっちゃったよね。ったく邪魔しやがって、絶対に許さん。イグニスたちから連絡あったか。うん、車も包囲されてたって。マジかよ。ホリー助けたらすぐ取り返すぞ。うん、イグニスたちとも後で合流しよう。冗談じゃないわ。工場の中にあんな装置を入れるなんて。火力を制御するのがどれくらいデリケートなことか分かってないのよ。多少のリスクは織り込み済みだ。納得できないわ。属国市民の意見に耳を貸す義務もない。とにかく部下たちに渡したカードキーを返して。あれがないと中の状況を確認できない。その必要はない。お前たちはただ従っていればよいのだ。平和を与え、従わせてやっているのは帝国だということを忘れるな。余計なことをされては作戦に支障をきたす。連れて行け。ホリー助けるぞ。待って、今行くとホリーも危ないって。じゃあどうすりゃいいんだよ。わかんないけど、カードキーないと中に入れないとか、さっきロキの部下が持ってるって言ってたよね。じゃあ手分けしてロキの部下探そうぜ。
ここにいるか。大丈夫か？うん、どうにかね。一旦ホテルに戻ろう。よし、行くぞ。ホテルの入り口が封鎖されてる。じゃ、別な入り口から入るまだ。戦ってる途中で攻撃が効かなくなった。おそらくジャマー装置だろう。それがある限りはまともに力は使えないな。どうすりゃいい？とにかくカードキーを集めて工場内のジャマー装置を止めるしかない。だが力は使えねえぜ。ここはアサシンらしく暗殺かな。マジ？でも他に手はねえか。よし、フェスティバルに紛れてもう少し情報を収集しよう。ノクト、プロンプトと一緒に入り口にある塔から帝国軍の布陣を確認してくれ。分かった。私にも協力させて。ダメだ、危険な目には合わせらんねえ。ホーリーは大事な友達なんだ。私ができることなら何でもするよ。しょうがねえな。じゃあ何かあれば頼む。では行こう。あんた、アサシンだな。はあ？アサシンなら街中にいるけどな。格好だけの偽物の話をしてるんじゃない。俺にはわかる。あんたは本物だ。で、その本物のアサシンに用って？腕利きと見込んで頼みたいことがある。帝国兵を暗殺してほしい。物騒な頼みだな。なんでそんなこと？危険なのはわかっている。報酬ならいくらでも出す。金ね。そうだな。じゃあ代わりにフェスティバルのメダルが報酬ってことで。フェスティバルのメダル？物好きだな。まあいいだろう。よし、契約成立だ。ゴミ表示見っけ。うっせ。こんばんは。ノクト見た？写真雑誌が置いてあるよ。あれ欲しい。ああ、あったかもな。絶対あった。メダル集めるしかない。
こんなとこまで帝国兵がいるなんて。うぜえな。追い出すか。なんか使い捨てっていうか切ないよね。別にただの機械兵だろ。人間じゃねえし。そうだよね。なんだ。ううん、なんでもないよ。ノクト、俺下にいるね。わかった、行ってくる。